本日はですね、ノースフェイスのウルトラステレータムプロの紹介をしていきたいなというふうに思います。ギリギリ言えたか言えてないかちょっとわかりませんが、言っていきたいなと思います。これがですね、ウルトラステレータムプロになってるんですけど、まあ、それが何かっていうと、サンダルになってて、まあ、これから夏に向けてサンダルとか買い張る方も多いと思いますし、まあ、僕個人的にはですね、気に入ってるサンダルってあるので、別に必要ないっちゃ必要ないんですけども、まあ、結構気になさってる方とか、サイズ感知りたい方とかが多いみたいなんで、まあ、今回レビューをするっていうことになってるんですが、まあ、それを早速開けていきたいなというふうに思います。はい、ということでこちらがウルトラストレータムプロということになっているんですが、まあ、これがですね、僕まず一番最初に悩んだのがサイズ感になっててですね、これを多分知りたい方も多いと思うので、まあ、さっきそれを言うんですけども、サイズ感に関しては僕普段28センチを着用してて、まあ、スニーカーとかそうなんですけど、まあ、それで今回こちらを購入する際は28センチを購入してみて、まあ、実際どうやったかというと本当にジャストっていう感じで、まあ、いつも通りのサイズ感で履けますので、まあ、普段履いてはるサイズ感で問題なければそのままサイズを選んでいただければまあ問題ないとは思いますし、まあ僕が普段履いてるのはバンズとかナイキが主にメインなんですけど、まあそれは全て28になってますので、まあこちらも28センチでちょうど良かったという感じになってて、大きくもなく小さくもないっていう感じになってます。でですね、まあこれを合わせる時のサイズのポイントとしてはですね、まあ基本的にはこのアウトソールの形にさえハマってればどうにでもなるってことになってて、このアウトソールの形から縦がはみ出て指がこんにちはしてたりとか、横がはみ出ておはようございますしてたりとかしたらちょっとどうかなと思うんですけど、この枠にさえ収まっていればですね、あとはこういうベルクロであったりとか、まあ、ここにあるストラップとかでサイズが調節できますので、まあ、多少大きくても大丈夫かなというふうには思います。まあ、なので僕も届くまではですね、この枠の中に入るかどうかっていうのだけはちょっと気にしてて、まあ、パッと入った時に、あ、全然入ったわと思って大丈夫やったんですけど、まあ、あとはここ閉めて自分のちょうどいいサイズ感に合わせていくだけっていうことになってるんですが、まあ、一つちょっと気になるところがあってですね、僕履いてみたら、ここの金具のところがなんかちょっと僕の足の形にはぴったりまだハマってなくて、ちょっと足の小指、こっちで言ったら小指で、でこっちで言っても小指ですね、どっちで言っても小指なんですけど、それがちょっと痛くて、まあ、それが今ちょっと若干気になるかなっていう感じにはなってるので、まあ、この後まあしばらく着用してから、まあ、使用感とかは別の動画で話するとは思うんですけども、まあ、そこが今現段階ではちょっと気になってるかなというふうに思いますので、まあ、サイズ的には普段履いてるサイズもしくは小さいのはあんまり選ばん方がいいかなというふうには思いますので、いつも履いてるサイズがちょうどいいと思いますし、もうほんまに心配にやったらワンサイズ上げてもいいと思うんですけど、これハーフサイズがないので基本的に1センチ刻みになってますので、まあ、その辺はワンサイズ上げちゃうとだいぶでかくなる可能性はありますので、まあ、例えば 27.5 の方であれば28選んでおいて間違いないと思いますし、 26.5 の方であれば27選んでたら間違いないと思うんですけど、逆に小さい方を選んじゃうと入らない可能性があるので、一番入らへんのがまずいと思うので、まあ、どうしても俺はジャストで履きたいという方はそうすればいいと思うんですけど、基本的にはワンサイズ上げといて間違いはないんじゃないかなというふうには個人的に思います。まあ、ワンサイズ上げたけど全然サイズ上がんかったんやけど高そうって言われても僕は全然知りませんので、まあ、その辺は自己責任でお願いしますということになってます。で、次はですね、着脱方法なんですけど、まあ、こういうスポーツサンダルって基本的にはこの隙間から足ヒュッて入れて、で、あとはベルトとかでギューって、ここはこの引っ張るだけで調節できますし、ベルトはこうやってやれば調節できるんですけど、これは左足ですね、こっちになってるんですけど、まあ、そういう感じで調節できるので、まあ、シンプル、至ってシンプルな構造にはなってるんですけども、僕普段履き慣れてないので、こういうのって履きづらいんかなとは思ってたんですけど、かかとのとこしっかり持っといて、あと足ヒュッて入れてあげれば全然問題ないので、まあその辺に関してもすぐ慣れてくるんやろうなとは思ってます。で、ちなみにですね、これは履き心地とは関係ないんですけど、この使ってる素材っていうのがですね、一応リサイクル素材っていうことになっててですね、100% リサイクルの素材を使われているので、環境にも配慮してますよっていうことを、まあノースフェイスの方は歌ってたんで、まあその辺も一応ご紹介はしておきたいなと思います。で、次はですね、無駄のない設計っていうことになってるんですけど、結構こういうスポーツサンダル僕敬遠してた理由はゴタゴタして見えるっていうので、あんまり好きじゃなかったんですけど、まあ、よくよく見てみたらですね、調節箇所っていうのは2箇所しかなくて、この前のベルクロと、あとこの横の、まあ、アジャスターというんですかね、まあ、これでしか調節っていうのはないので、まあ、意外と結構シンプルで、あとに関してはもう触りようがないので、まあ、ごちゃごちゃしてるっていうよりかは、まあ、最低限の設計になってるっていうのがこういうスポーツサンダルやなというふうに思います。でですね、一応これがですね、ウルトラストレータムプロっていう名前になって、その最後にプロってついてるんですけど、これプロってついてないタイプもあってですね、これが
14,500円ぐらいだったと思うんですけど、そのプロってついてないタイプの方はこっちになってて、これが8,500円ぐらいになってるので、金額差的には6,000円ぐらいの金額差になってて、あ、結構違うなっていう感じで、まあ僕もどこが違うんかなってネットで見てみたら、このこっから上に関しては同じ素材を使われてて、同じ設計、同じ場所にこういうベルクロがあったり、こういうストラップがあるので、まあ全く同じになってるみたいなんですけど、まあ、要はこのこっから下のソールが全く違うことになってて、それで値段が6,000円も違うので、まあ人によっては6,000円、それは6,000円違うやろっていう人もいてれば、これだけで6,000円って思う方もいてると思うので、まあその今からソールの話をしていきたいなというふうに思うんですが、まあ、このサンダルにおいて大部分を占めてるのって多分このソールやと思うので、もうこのソールの話はやっぱ避けては通れないので、まあ、話をしていくんですけども、まずですね、このソールっていうのは一応3層になってて、かかとに関しては3層で、かかとより前に関しては2層になってるんですが、一番下は同じになってるので、一番下から紹介していくんですけども、この一番下がビブラムソールというソールになって、まあ、ビブラムソールっていうのはソールだけのブランドになってるんですけど、例えば生地だけのブランドやったらゴアテックスってあると思うんですけど、まあ、このソールだけのブランドでビブラムソールって言って、まあ、よく登山の靴とかにも使われてたりしますし、いろんなブランドで使われてるので、別にノースフェイスやから使われてるってわけじゃなくて、いろんなブランドであるんですけど、まあ、これがあのイタリアのソールのブランドになってるんですけど、もともと登山家が作ったっていうことになってるので、例えば山道であったりとか、グネグネした道とかでも滑らないような設計になってたりとか、グリップ力があったりとかっていうことになってて、まあ、そういうソールを使われてるっていうことは、例えばキャンプで使うときとかやったら滑りにくいですし、あと街中とかで使うときとかも雨とかって滑りやすいような地面とかであっても、まあ、このソールを使ってれば他のソールのスニーカーとかサンダルよりも全然滑らないような形になってて、グリップ力が高いっていうのが、まあ、この一番下のソールになってて、次逆に一番上のソールになってるんですけども、これが何かっていうと、ここにですね、一応ちらっと書いてあるんですけど、ファストホームって書いててですね、まあ、英語でファストホームって書いてるんですけど、ファストホームテクノロジーという、まあ、技術を使われてるんですが、これがノースフェイスの、まあ、要はゴールドウィンという会社なんですけど、そこが開発した素材になってて、まあ、これが何なんかっていうとですね、あのノースフェイスのこのサンダル以外にもスニーカーとかにもよく使われてるんですけども、要は高反発、こうギュッとしてもう反発力が高くてすぐ返ってくるような仕様になってて、それが歩くとき走るときとかに要はその運動を補助してくれるような性能がついてて、こう、まあ、分かりやすく言うと歩いたりとかすると思うんですけど、その時ってこうグッて踏み込んでパンって跳ね返ってくる、この跳ね返りがあるっていうのが高反発になってて、どんどんこう足を踏み出していきやすいような設計っていうのがファストホームっていうあのテクノロジーになってるんですけど、まあ、そういうのを採用されてるので、歩いたり走ったりとかっていう能力をあの高めてくれるような機能がついてて、まあ、これが一応前の部分なんですけど、後ろの部分がですね、その間に1層またあるので計3層になってるんですけど、まあ、一番上は先ほど言ったみたいにファストホームっていうテクノロジーで高反発で、一番下はビブラムソールって言って滑りにくい素材になってて、この真ん中が何かっていうと、クレイドルガイドテクノロジーって言うんですけど、まあ、ここによく見たらクレイドルって書いてあるんですけど、このクレイドルガイドテクノロジーっていうのがですね、僕も初めて聞いたんですけど、何かっていうと、もうこれもノースフェイスのあのゴールドウィンっていう会社が開発したらしいんですけど、要は何かっていうと、これブレないっていうことになってて、まあ、こうやって高反発で歩きやすいのはそうなんですけど、グリってこうブレないような設計になってるので、歩いてても安定感があるような仕様っていうのがこの真ん中の層に埋め込まれてて、安定性を増してくれてるっていうことになってるので、まあ、総括していくと、歩きやすく反発もあるし、なおかつ安定感も入ってるし、そこのところで言うと滑りにくいような仕様になってるっていうことになってて、まあ、ただのサンダルっていうわけじゃなくて、歩くこと走ることとかを想定されて作られたサンダルということになってます。まあ、なので先ほど言ったみたいに、これプロの仕様なんですけど、そのプロじゃない方のタイプっていうのは6,000円安いんですけど、まあ、それがどういうソールを使われてるのかって実物は見てないのでわからないんですけど、僕個人的にはこのソールにお金を払ってるような感覚じゃないかなというふうに思ってまして、やっぱ上は一緒なんで、あのソールの部分を自分にはそれが必要な機能なのか必要じゃないのかっていうところで判断するのが、まあ、一番あの後悔がない買い物になってくるかなというふうに思いますので、これに向いてる方っていうのは、まあ、例えばキャンプとか、あとまあそういう岩とか、そういうガタガタした海沿いとかでもガタガタしたとこ歩くとかっていう方は、こういうやつでしっかり足元を固定してくれたりとか、滑りにくいような仕様っていうのがいいと思いますし、まあ、さらに街中とかでも、まあ、ちょっとサンダルを履いてでも走ったりすることがあったりとか、あとまあ滑りにくい方がいいとかっていう方であれば、こっちのサンダルの方がいいとは思うんですけど、まあ、もう一個のウルトラストレータムの方に関しては、もう少しあの機能が軽量化されてるというか、機能的なはこっちの方が機能的なんで、まあ、街で多少歩くとかっていう分に関しては、まあ、普通に売ってるものなら全然問題ないとは思うんですけど、より機能性を求める方っていうのは、まあ、6,000円払ってでもこっちの方がいいんじゃないかなというふうには思います。まあ、実際僕も試し履き程度はしてるんですけど、まあ、実際これを履いて1日中出かけたりはしてないので、まあ、これを1ヶ月ぐらい使ってみてから、まあ、実際どうでしたよっていう話はまた別動画でやろうと思ってますので、まあ、それは楽しみにしていただければいいと思うんですけど、
ど、ただ唯一一つ気になってるとこっていうのがですね、僕結構日焼けしやすい体質で、すぐ真っ黒、そこを歩いてるだけでも真っ黒になっちゃうんですけど、普通のサンダル履いてるだけでもですね、こうやってサンダル履いてたりしたら、このサンダルの鼻緒があると思うんですけど、鼻緒通りに日焼けするんですが、こういうサンダル履いてたら、ほんまに何て言うんですかね、このストラップ通りに日焼けすると思うので、ほんままだらな足になってくると思うので、それがちょっと気にはなってるんですけども、まあ今のところはその日焼けが気になるのと、小指のところがちょっと痛いっていうところがまあ気になってるので、まあそれが1ヶ月履いてみたらどうなんかわからないんですけど、まあそれ以外に関しては確かに歩き心地はいいかなと思いますので、高反発っていうのは歩き心地はいいんですけど、履き心地は決して良くなくて、ふわふわな感じのイメージとはまた別で、歩きやすいのはめちゃくちゃ歩きやすくて、こう返ってくる感じはするんですけど、ふかふかな履き心地とはまた別物になってるので、履き心地がいいというわけではなくて、歩き心地がいいっていうような感じになってて、まあ、より、まあ、スニーカーに近いような感覚で歩けてるかなというふうに思います。はい、ということになりますので、まあ、一応最初にも言った通り、まあ、サイズ感に関してはいつも履いてあるサイズ感でいけば問題ないと思いますし、まあ、これともう一個6000安い方の迷われてる方であれば、まあ、こっちの方に関しては機能的やし、よりスニーカーに近い感じで、もう一個の方に関しては僕も履いてないんでわからないのであれなんですけど、まあ、形状として上の形状は全く同じやから、要はソールであとは違いになってて、ソールが違うってことは履き心地が絶対違うので、履き心地とか歩き心地を求めはる方はこっちですし、別にそんな求めへんって方は6000円安い方でも全然問題ないとは思うんですけど、まあ、それが一応感じたことかなというふうに思います。はい、ということになってですね、 あと最後に一つなんですけど、多分ですね、これ一応リサイクル素材っていうことやったんで、その素材名は書いてなかったんですけど、まあ、おそらくポリとかを使われてたりすると思うので、多分濡れても問題ないんかなと思いますので、まあ雨の日も履いてみてどうでしたっていう話も別動画で掘り込みたいなというふうに思います。はい、ということになってますので、本日はですね、ノースフェイスのウルトラストレイタムプロの紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。